やかず同僚12月7日から2002年10月21日は昭和期の漢方復権に尽力した代表的な日本の医師、医師学者。学位は医学博士、文学博士、東洋医学の発展に貢献した業績により日本医師会より最高有効賞を受賞。1905年茨城県中郡大宮町に父達之助、 母捨ての四、男として生まれる。関名は四郎。1924年水戸商業学校を卒業したが、すでに医師をしていた長兄の八十角の勧めで医学の、道を目指す。大王教員を一年半務めて貯めた学費によって、予備校に通い専の受験資格を得て、東京医学専門学校に入学した。長兄八十角が入門していた、漢方医森道博に、 学生時代から漢方を学び、1930年、東京医学専門学校卒業後、正式に入門し、森堂博、屋数学に指示。1931年、道明と合図。1933年定の有道と共に、東京市四谷区ダンス庁に、恩知道委員を開設する。1981年に、慶応義塾大学医学部名誉教授。 長谷川わねじめ人とともに、木村再生塾を復活させた。1933年、弟の有道が、蝶地フスに罹患し入院した際、近くに開業していた、大塚高渋氏の往診を受け、騎士改正の回復を見た。有道自身の見立てでは、新武湯であったようだが、大塚は、物量肝臓油症と見立て症状が好転して、退院した。同名は、 厚生派、大塚は、古法派であったが、この出会いをきっかけに交流が深まり、以後、両名が中心となって、流派を超えて、大道を団結し、昭和漢方復興の大きな権威力となっていく。まず、1934年に、八和同名、大塚隆志武と、清水富太郎が中心となり、日本漢方医学会を結成し、月刊し、 漢方と漢薬を相関した。ちなみに、同名と大塚隆渋氏が出会った1933年は、病院や院等が広告に使用できる、標榜家として、漢方化を標榜することを禁止する、内務省令が出された年であり、この頃が最も漢方医学が衰退していた時代であったが、漢方と漢薬の高毒会員数は1000名を超えた。 雑誌を通じて啓発するだけでは飽き足らなかった、同名は、大塚隆志節や石原康秀の賛同を得て、1935年に、漢方医学講習会を開催するための団体として、開講学園を結成し、拓殖大学の行動を会場として、翌年に、第1回講習会を開催した。当初、第1回の長講申し込みが少なく開催が危ぶまれたが、 同名の門下で神級を学んでいた内弟子の起点で、遠山光に開催の期待を記号してもらうなどして盛り上げ、当日参加を含めて61名で開催された。第一回の聴講者からは、後の漢方会を担う辰野和夫や大見三郎が、排出されている。当時、遠山光に傾倒していた、拓大学長の永田秀次郎にも、遠山光の期待を送ったこともあって、 ただならぬ団体と思われたのか、翌々年からは、拓殖大学漢方医学講座として、正式な講座に昇格し、太平洋戦争前から、戦中の1944年までに8回、戦後1949年に9回目が開催され、多くの参加者を集めた。同名は、第一回より、大塚隆史夫八風、有道、木村長久、清水藤太郎。 柳田にそれ、石原康秀と共に講師を務めた。この講習会は、その後、津村順天堂二代目、社長津村従者の助力を得て1959年に、設立した、官方友の会の官方医学講座に引き継がれていった。ちなみに、この講習会のテキストのうち、同名の弟有道が表したものは、後に中国語に翻訳され出版されている。 東亜医学総監号第16号学本の目次大臣は長田秀次郎による記号1938年同名は漢方医学による日本、中国、満州の三国の文化提携国際親善を目的とした団体を創設することを大塚隆節氏に提案し、拓大講座を主催した開講学園を基盤に東亜医学協会を結成中国の派、立花の泉。 超次あり、用意あらとも交流を図っていく。1939年からは、月刊誌、東亜医学を創刊したが、1941年戦、自家雑誌統合令によって、東亜医学は、移動の日本社発行の新旧雑誌、移動の日本とともに、日本漢方医学会の、漢方と漢役に、統合合併することになる。戦後の1954年、同名は、 東亜医学協会を再発足させて、理事長となり、月刊誌官報の臨床を創刊する。1940年当時の満州国において、伝統医学を廃止西洋医学のみに統一するか、否かを決する会議に、日本代表として、立野和夫と共に、満州国民政局から招請され、満州医科大学の岡西人となり、 法律学者の山崎佑と共に存続を主張して、これが受け入れられ、満州医科大学の伝統医学教育も存続された。厚生派一貫堂の八和同名、古法派の大塚隆史節中折衷派浅田流の木村長久と薬学の清水、藤太郎は、3年の歳月をかけ、毎月各自の分担原稿を持ち寄って、互いに遂行を重ね、 1941年10月に漢方診療の実際を刊行する。本書は漢方の専門用語はなるべく用いず、格論は当時南山道から出版されていた内科診療の実際に準じて病名を中心に書くよう南山道から要望されていた。このため現代医学を収めた医師であれば漢方用語が分からなくても理解できたので広く読まれ版を重ねた後、 1954年に大幅改定され、さらに1969年には西洋医学的な新知見も加えて漢方診療移転として発行された。漢方診療の実際の初版は今日の日本で初めて現代医学の病名による漢方治療の対抗を整理したものとして評価がされており、また中国でも受け入れられ、 翻訳本は9万部以上が出版されている。1941年10月軍医として、王将、陸軍軍医見習い官に任官し、フィリピン、ラバウルを経て、ブーゲンビル島の第76兵站病院に勤務する9月、軍医将医任官。最終階級は、陸軍軍医隊位。歌詞にできる概要に、 有効なこの葉を現地住民から教わり、部隊の兵士がこの海洋を悪化させるのを防いだ。また同名は、旧治療の縁で、秋永参謀長から得た南方の植物に関する書物に記載されていた佐賀屋市の殿墳に着目した。現地住民から、佐賀屋市の殿墳を分けてもらう際、現地住民が赤い腰布を巻いているのを真似て、木綿を、 赤チンで染めたものをお礼として渡し、後には、佐賀屋市から澱粉を取る方法を現地住民から習得して、これを団子にして舞台に振る舞い多くの兵士を菓子から救った。同名は、板倉武氏が所長を務める、同愛記念病院内の東亜治療研究所の所員として招聘されていたことから、板倉武氏は同名を内地勤務に変更するよう、 当時秀樹首相に陳情したが、この陳情は受け入れられなかった。1946年3月福音。同名は1973年にブーゲンビル島を訪れ、当時世話になった村にオルガンを寄贈している。また後に、当時の従軍記録をブーゲンビル島兵站病院の記録、元第76兵站病院付軍組として表している。 福音後の同名は、郷里の茨城にて診療に従事していたが、辰野和夫らの呼びかけに呼応して、1949年に本東洋医学会、設立準備委員に就任し、1950年度、学会設立時には理事に就任、1959年から1962年には、第四代理事長を務めた。同僚は、設立当初から、 日本東洋医学会の目標として、日本医学会に加盟すること、漢方医学の教科書を作ること、漢方診療科を実現すること、の3つを掲げて自ら尽力するとともに、後輩たちを指導してきたが、日本医学会加盟は、設立から41年後の1991年に、果たされ、教科書は同名が没した翌々月の2002年12月に、 入門漢方医学として発刊され、標榜化については2008年4月の医療法施行令医療法施行規則の改正によって、漢方と他の標榜化名を組み合わせて標榜することが可能となった。1951年には東京に戻り、新宿区新小川町に恩地堂やかず委員を開設。1953年からは、 東京医科大学薬理学教室教授の原三郎の移植により、同大学の講義、東洋医学の綱、外を担当し、翌1954年より、原三郎から薬理学の指導を受け、1959年、寛薬取り頭、武士の薬理学的研究により、東京医科大学より、学位基準を 1979年11月、東洋医学の発展に貢献した業績により、日本医師会最高有効賞を、日本医師会長、竹見太郎より授与される。1980年10月、大塚高渋氏の成果により、北里研究所附属東洋医学総合研究所の二代目、所長に就任。1982年には、 同研究所を含む日本の8つの東洋医学研究機関の相互連絡、情報交換と国際交流に向けた活動のために日本東洋医学研究機関連絡協議会を創立し会長に就任。1986年3月、同研究所が日本初の風伝統医学研究協科センターに指定され、同時に同センター長に就任。 後名誉所長。大塚隆志氏と共に、多くの古遺書を復刻したほか、多くの官方選手追加の医師学的研究を行い、超中継、真瀬道蔵浅田総白、浅井国本、山田成広、森立の、小田洋道、今村良安などの検証、追悼活動も熱心に行った。特に、日本医学中高の祖であり厚生型派の祖である。 マナセ・ミチゾウに関する研究の第一人者であり、1981年には、日本における、厚生配学士の研究、マナセ・ミチゾウ及びその学等の研究により、慶応義塾大学文学部より、文学博士の学域を授与された。また同名は、東洋医学の基礎医学は、歴史学であるとして、医史学の重要性を訴え、北里研究所附属東洋医学総合研究所に、 資材も投じて、医師学研究室を設け、おそどようや新柳誠ら日本の医師学研究の第一人者を育てた。1960年からは、日本医師学会の理事、評議員就任し、1988年には、北里研究所付属東洋医学総合研究所の退職金を日本医師学会に寄贈し、これを基金に、やかず医師学賞が設けられた。 2002年10月21日老水のため逝去、去年96。改名は、ひとし公院、同余名久子子東京都文京区小石川の伝通院に眠る。墓所には同名が携わった日本東洋医学会、北里東洋医学総合研究所、日本漢方医学研究所、日本医師学会、東愛学協会、音知会による。 検証費が混流されている。上記以外に、以下の役職、名誉職に就任している。ありがとうございます。